ゆうさん、ゆうさん、どこ行ってるんですか？え？どこ行ってるんですか？飯。飯。僕ね、ちょっと考えたことがあるんですよ。ご飯、いっぱい食べません？おー、こうや。ええよ。うん。ええよ。ゆうさん、今、体重何キロですか？85。85キロ。うん。それを、いや、ごめん、嘘ついたかもしれない85っていうことにしといてじゃあまあ85いうことで、うん、いや、それを僕、100キロにするために頑張ろうと思うんですよ、うん、なるほどねはいはい、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 いや、100キロって結構大台じゃないですか。そうですね。 0.1 トンなんで。わかる。はい、いや、それをちょっとチャレンジしてみようかなと。なるほど。はい、いや、最近僕はちょっと小食になってしまったんで、うん、まあ僕の残りとかも出てくるんでまあこの際はい、食べちゃいましょうと。食べちゃいましょうと。はいはい。まあ大体いつも食べてもらってるんですけどね。まあそうですね。まあそれをやっぱまあ僕もあんまり食べれないからって少量頼むんじゃなくて、普通の人と、うん、普通の人が大盛りにするぐらいの量を頼んで、うん、残りをゆうやちさんに。俺は普通盛りでいいわけ。大盛り。いや、大盛りでしょ実質2倍ぐらい食べるってこと。ちょっと僕にはよくわからないんですけどねまあ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 、やりましょう、やりましょう。はい。センスがいりますからね、100キロ行くためには。そうなんですか。うん。どういうセンスか。やっぱ不摂生を、はい、不摂生と思わないっていうはい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 、うん、それはじゃあまあまあ、でもまあ太り方はお任せします、うん、なんでとりあえず行きましょうか、うん、なんかね、美味しい店があるんですよ、この辺に。あるある。はいはいはい、ある。行こう。はい、じゃあとりあえず行って、まあちょっと店自体にちょっと許可取ってないんで、うんうん、まあ食べるところぐらいは多分大丈夫であろうと。まあそうだね。いうことで、まあ店の名前もちょっと出せないんですけど、うん、それじゃあ行きましょう、うん、はい。あ、せーの、シュイ。ゆうやちさん、手が動いてませんね。うん、残ってますよ、うん、頑張るよ。1人前食った後の料理だよ、ね、僕の残りっすからね、うん、見てこれ。え、トマトだけ残したよ嫌いですって言っとるのも、今度トマト企画やる。そんなリコピン摂取したくない。いや、あれよ。はい。苦手なものを食べ続けたら好きになるんじゃねえ。好きになるんじゃねえってなるわけねえだろ。やるやる、これ絶対やるけトマトでやろ、トマトでトマトジュース、トマトスライスもっと豪快に食べてもらっていいですか。ん？もっと豪快に食べてもらっていいですか。まあまあまあ、いいじゃないか、いいじゃないか、ゆっくり食べさせてくれ。あ、まあ食べ終わった後に感想聞きましょうか。ちなみにこれ、最初にゆうやちさん食べたやつです。綺麗じゃな食い方綺麗だな。皆さん綺麗ですね、食べ方が食べ方めっちゃ綺麗ですねあなたが通った後には何も残らないハリケーンみたいなやつめっちゃ漏れえが今のあ、ごめん、残ってますよ。食べる食べる、全然食べない。これが俺のあれや、目標への近道やけど。決まった。決まったって言われますよ。
いや、ちまったって言われてますよ。どういうこと？ちまったって。ああ、そうだな。いや、ちまってますよ。何も残ってない。強いて言うならレモンは残ってるけど、まあレモンはまあさ、まああれですもんね。ダメよ。ダメだよね。ビタミン取っちゃうから。うん。ということで完食お疲れ様でした。はい。そうそう、はい、じゃあちょっと外で。あ、どうも。いっぱい食べてますね。見て。ちょっとだけ出ただけ。ということで。ということで。この企画は続きます。はい。まあじゃあ、まあゆうやちさん100キロまでちょっと頑張って行ってみましょうか。ちょっとね、あの僕次体重計用意してきます。頑張ろう。はい、それじゃあ今日はこの辺でバイバイ。正直しんどい。